どうもありがとうございます。この前、木下ゆうかさんの銃求めるみたいなのあったじゃないですか。ありましたね。カロリーカロリーは頭に違いになるでしょ。やっぱ、ゆうかさん一人じゃないじゃないですか、YouTuber は一人じゃない。ということで、今回ですけど、YouTuber のジュール求めてみたー。イエーイ。なんかもうちょっと他の人も知りたいなって思っちゃったんですよ。で、今回アンケート取ることにしたんですよ。はい、でそのアンケートをもとに僕がジュールの計算式作ってきたんですよ。おお、まず発表したいと思うんですけど、お、あ、もうそれはできてるやん。それじゃあ式は7割ぐらいしか全顔理論で、もう実はアンケート30組40組ぐらいから、お、なかなかの人脈を誇ってきてるね。まずアンケート聞いた内容なんですけど、今回6つのことをね、いろんな YouTuber さんにお聞きしました。聞いた内容、その1、クオリティオブライフ、これをパーセントで数値化してもらいました。今自分の人生どれだけ満足してますかって。なかなか結構さ地味にそれ直球な、それ直球な質問ですよ。その2、おでこの面積を平方センチメートルで。おでこのね、広さって結構大事なんですよ。ハゲてる人の方がいいの、いいのさ。広い人の方が頑張ってる感は出てる、正直。頑張ってる感は出てる。3番、好きな食べ物とその大体のカロリー。それは結構真っ当な、これ真っ当ですよ。これあのちゃんと得たエネルギーなんで。確かに木下ゆうか理論です、これ。確かに。で4番、身長。5番目、平均睡眠時間。これも聞きました。でこれ6番、好きな星の名前。好きな星。それどういうふうに考慮されるの。それ好きな星があると、その星と自分の万有引力ってあるじゃないですか。その星と自分の、ありますね。ありますあるじゃないですか。あ、位置エネルギーはあるか、そこで。でもそういうことです。はい、それなんかもう、さっきのパラメーターで、ね、なんかこうかける割るとか、かける割るとかされても、分数の中になんかいろいろなんか好きな星の名前との距離とか身長とかがもう入った式があるんですよ。はい、ということで、まあ、実際にね、はい、アンケート結果を代入して数値求めていきたいと思います。はい、ということで、メイキットパスボンです。カロリミットパンケーキ。まずですね、東海オンエアの哲也くん、彼の QOL、 はい、8億でございます。人生めちゃくちゃ楽しそうで羨ましいでございます。続きまして、おでこの面積、はい、50センチ平方メートル。あ、それ結構普通、妥当な。50センチってことは5かけ10やから、はいはいはい、結構ちょうどぐらいかもしれない。妥当なんですね、それは。食べ物と、はい、そのカロリー、はい、とろり三種のチーズ牛丼、はい、豚汁おしんこセット、はい、1310キロカロリー。めっちゃちゃんと書くやん。めちゃくちゃ意外と真面目に書いてくれてる。身長 178.3。 あ、身長ね、大きいね。で平均睡眠時間、はい、12時間。寝すぎやん。クソ投げ長っ。あのハードワークで12時間睡眠はやばいよね。はい、好きな星の名前、北極星。はい、ということで430光年。4100兆キロ。そんなにかかるんや。あ、哲也のジュール出た。おお、哲也のジュール出た。すげえ、出てるやん、もう。哲也くんのジュール。はい。85億ジュールです。おお。で、これが、これが、木下ゆうかさん超えてへん。いや、木下ゆうかさんをギリ超えてない。ギリ超えてない。ギリ超えてない。おお、さすが。これ多分顔かけそうやろ。で、逆に言うと木下ゆかさんってこのカロリーの部分の項がでかすぎて抗ってるから。あ、さっき言ったから、はいはいはい、その辺だと本当のこれとかをまたやると、はい、やるともうとまた変わる、ね、まあ、バーンってなる可能性ある、ほんまに。あれ、次しばゆるくん、はい、QOL が、はい、1580。あ、だから絶妙なんや。うん、絶妙に徹夜まではいかへん。徹夜まではいかへん、はい、次、おでこの面積、はい、2億平方センチメートル。やりました。そこをやってしまいました。そのパターンある。分かった。俺はさ、うん、なんで2億になったんかって。おでこが、うん、小腸の絨毛みたいに表面にブツブツあるじゃん。ああ、あれはブツブツのこの、これを全部なぞっていった感じ。そうよく食べる食べ物。カサゴ。魚ね。魚です。魚ね。で、身長が、身長ね、うん、ちょっとこれ異次元に来てるんですけど、彼、はい、170Hz って書いてます。え、だからこの時点でちょっとあの今までの計算式が成り立たないようになっちゃった。ヘルツって書かれてるから、もう単位が合わへんから。で、しばゆうは実はあれ残像なんかもしれん。あー、波なんや。波ない、しばゆうって。しばゆうって波なんや。波説ある、これ。波なんや。課長でいいんじゃん、ここんじゃ。課長って、それだから V イコール F ラムだ。はい、そうなんすか。しばゆうさんの身長17億6400センチメートルです。どれくらいやろ。でもちょっとこれ8兆やから、ちょっと違う。8兆やから、ちょっと意味的にはちょっと違うんですけど。睡眠時間さ、平均睡眠時間が頭おかしい。平均睡眠時間24時間。
24時間不営業24時間休業なの。え、いつんじゃ動画撮ってんのって感じ。まあ、まあ、高速やから、この人は一般の時間軸で生きてへん。あ、そういうことや。そもそもあれ、で、好きな星、はい、ゴジラ好きな星、ゴジラ。続きまして、はい、ゆきりぬさん。ゆきりぬさんね。はい、ゆきりぬさんのまず QOL 70% です。おお、リアルな数字よね。そうなんですよ。続きまして、はい、おでこの面積なんですけど、はい、18π/cm です。お、パイをね、パイを使ってくる、パイを使ってくるんだ、ね、だから、いや、これね、自分の顔を XYZ 平面上に書いて、うん、実際は Y 軸方向に湾曲しているか、計算が複雑になるため XZ 座標平面上の半径 6cm の範囲と仮定して計算を行った。おお、ちょっとイケっぽいとか見せてきてるやん。こうやってね。はい、じゃあ伊沢くん行く。じゃあ伊沢くん行きますか。タクシーに東大生から、はいはいはい、真っ当な回答をしてくるっていう読みがまた当やね、はい、いや、ほんまそうなんですけど、伊沢くんの QOL、はい、1729。おっと、これだいぶやってきましたね。パーセントの概念が終わりましたもん。ちょっと東大生としてどうなのかなという。おでこの面積 3A カーってこれどういうこと。何そのなんか A カー、 A カーって何。 A カーって何。え、 1A カーは4047平方メートル。とんでもないだお前。だからヘッツルピンどころちゃうだよ。ほらほら、じゃあ菅井くん行くか。あ、菅井くん、菅井くん行くか。クイズノック菅井くん、これすごい回答してるんですよ。 QOL、はい、E の π 乗と π の E 乗のうち大きい方っていう。そこで問題出さんといてよ。菅井くん、これは僕、あ、もう知ってる。あの、この問題見たことあるんで、だいたい E の π 乗の方が大きくて21ぐらいなの、確か。おお、だから21ぐらいから21って入れる。実は低い。実は満足してんのや。そうそうそう。あ、待って、熱い男おったわ。熱い男いた。熱い男おったわ。忘れてた。モンスタージョン TV。 あ、来た。 QOL、はい、810度って書いてます。ドドセレシウスなんで、ドセレシウスなんで、いや、めっちゃ難しいな、それ。相当充実してそうですね、もう。はいはいはい。で、星、これもう暴挙出てます、それ。好きな星、はい、因果探し性。綺麗にな、綺麗になさすな。もう因果探しなんや。俺、愛ちゃんいった、愛ちゃん。あ、キズナ愛ちゃん、はい、キズナ愛ちゃん行く。はい、キズナ愛ちゃんの、はい、人生エンジョイ度、はい、クオリティブライフ、はい、もちろん 100%って言ってた。って書いてます。あ、はいはいはい、はい、好きな食べ物、はい、AI だから食べれないんです。実質ゼロカロリー。あ、終わった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 。この時点でもうゼロとか全部かけるので繋がってるから終わった。終わった。税金さん、税金さん、我らが税金さん、税金さん強いよ。まず QOL、 なんと、お、なんと、これがね、なんとね、まさか1億でございます。税金さんの QOL1 億でございます。僕盛られてるはずやのに、そんなに QOL 高いんや。ヒカルさん。ヒカルさん、ヒカルさん、はい、全て1。全部1って書いてある。全部1。全然じゃなかった。はい、ということで第1回2019年度上半期、はい、YouTuber 熱量コンクール、はい、お願いします。第3位、デケ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 デン、7098754ジュール。お、セキンさん、セキンさん。ということでね、これもう完全に理由は QOL です。QOL1 億ですから。いや、まさかのセキンさんが1億で答えるとは思ってなかったね。我々セキンさん、ほんまチョケるんやね。はい、第2位、でけ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 2.19×10⁴⁄⁄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 ⁄
ジュール超えちゃったな超えちゃった松岡修造のテラジュール超えてしまいました。この第1位の方なんと新たな伝説を生み出してしまいました。その方は、はい、クイズノック伊沢伊沢東大王辞めたら熱量王かというそう次熱量の座を熱量の座をね取りに行ったクイズノック伊沢要因はですね圧倒的なおでこの広さ
からワースト3位。はい。ワースト3位は、はい、0.0009510。ヒカルさんでございます。ヒカルさん。QOL も 1%、 カロリーも 1%、 だからカロリーでみんな稼いでるんですよ。カロリーが、キロカロリーをカロリーに直して入れてるから、はいはいはい、ワースト2位。4.2 マイクロジュール。3個1、やっぴやっぴっぴー。これダメだった理由はですね、うん、星との距離がめちゃくちゃ遠かったっていうのが痛すぎます、ね、これ本当に、はいはい、乙女座ね。乙女座がね、なんと6000万光年だったっていうのが。じゃあ、流行るワースト1位、もう皆さんご存知、もうご存知、キズナアイさんでございます。ということで、唯一のゼロジュール。私、AI だから何も食べたことない、ゼロカロリーっていうので掛け算してゼロになっちゃいました。他の値全然いらないです。もうそれだけ聞きたかったっていうレベル、それだけ聞きたかった、それだけ聞きたかった、はい、